わからない。何が正しいのか迷いで体がバラバラにちぎれそうだ。今から貴様に天人の御水の真の目的を伝える。答えを教えてほしい。誰かに。太宰さんに。この程度で諦めるのかい。甘えるな。今ある力で道を探せ。あれは、ランポさんが探せと言ってた女の子。今助ける。誰か来た。来たらあかん。これは罠や。芥川は僕だ。わからないのか。逃げられないのなら前に出る。幕府の防御がない。折れた腕が吸血鬼の剣の再生するから体を守る必要がないのか。つまり殺さない限り止まらない。やめるんだ芥川。お前からまだ答えを聞いてない。あの時なぜお前は。目を覚ませ芥川。そこにいるんだろう。僕にはわかる。だってお前はあの子を殺さなかった。餌ならブラムだけで構わないはずだ。でもお前は女の子を助けた。その理由もわかってる。約束したからだ。6ヶ月間誰も殺すなと。僕たちが殺し合うのは今じゃないぞ。防御がない。つまり殴れば。目を覚ませ芥川。お前は強者になりたいんだろう。そうだ、自分に負けるな。